どうも、田畑ブラザーズです。兄の石です。本日はですね、兵庫大会決勝戦。この動画はね、ちょっとタイミングがどこで出てるかわからないんですけども、未来から来てます。僕はね、凡人の皆様より、すいません、この動画ではですね、僕が天才でありカリスマで、視聴者の皆様が凡人です。なので、凡人の皆様より、一つ先の未来が僕には見えてます。なぜかって、天才でありカリスマだから。まあ、それ以上でもそれ以下でもないんですけども。というわけでですね、兵庫大会決勝戦、報徳学園対明石商業に決まりました。僕の動画でですね、皆さん、たくさんのコメントいつもありがとうございます。そのコメントの中にですね、カスコメントというのが存在します。例えばですね、タバタブラザーズ、こいつなんやねん、どこから目線やねん、何言ってんねん。これはね、カスコメントではないんです。実はこれは僕は嬉しいんですよ。そういう意見がもっと増えてほしいと思っているぐらい僕はプラスに捉えてるんですけども、僕が一番ムカつくのはとね、いつの動画だったっけな、この動画の投稿のタイミングが確かに負けたチームの後とかに何て言うんだろうな、予想動画を出してるっていうね、斬新な投稿ってなってるんですよ。でそれについてなんかこう、いやこんな動画さ、いつ撮ったかもわからへんのに編集余裕でできるくないみたいな、試合が終わった直後に予想動画をあえて撮影してこのねタイムリーな話題に間に合わせてるんじゃないかというカスコメントが来てまして、言っちまうぞ。そろそろ行ってしまうかもしれませんが、そんなことはしておりませんし、もう毎回やんのめんどくさいんで、みんな分かってるよな、俺そんなせこいやつじゃないから。はい、7月26日の夜9時に撮影しております。なのでちょうどですね、兵庫県の決勝戦カードが決まったというところで撮影してるんですけども、いやー準決勝もな、もうほんまにどっちが勝ってもおかしくないです。だから今日はですね、報徳と明石商業の展開予想や、まあ、どっちが勝つか、もちろんそうなんですけど、準決勝の勝ち上がり方なども見ていきたいなと思います。まずね、まずじゃあ報徳からいきましょうか。報徳は負けます。僕ちょっと未来から来てるんで、未来見てきました。もう兵庫ですね、兵庫でもですね、まあ、強いって言われてますよね。まあ、強いですけど、僕の動画をずっと追っかけてくれてる人に分かりやすく言うと、県大高崎より弱いです。結局今日の試合もね、どうやって点取られたというか、どういう展開だと思いますか。序盤先制ホームラン報徳が打ったんですけども、同点に1対1に追いつかれて、で先に終盤にエラー絡みで社高校に勝ち越されます。はい、3点勝ち越されたところからなんとか追いついて逆転してっていう感じなんですけど、追いついてタイブレークで勝ったんですけど、この試合見て思うことは、報徳が高校後攻めではなかったら負けてました。もうたまたまじゃんけん勝ったから勝てたみたいな試合なんで、僕からすればね。投手がね、牧投手と今朝丸投手がつないで、今朝丸投手もやはり前々から言ってますけども、今大会もしかしたら調子悪い説っていうのがあって、めちゃくちゃ名前も聞いたことない公立高校に毎回得点で毎回安打打たれてましたよっていう話を聞いて、一度崩した調子って大会中に戻ることってほぼないと思ってください、皆さん。なので僕はですね、牧投手が決勝戦先発すると予想します。災害や火災からあなたを守る消防設備、私たちにお任せください。日々の点検は安全への第一歩、防災通信工業です。ただこの牧投手が先発するということは、明石商業に勝機ありなんですよね。打たせて取るタイプでございますので、三振バシバシ取っていくタイプではないのでね。でもね、やっぱ今朝丸投手、まあどちらかやと思います。先発はね、僕がこれで報徳が3番手4番手を登板させてきたら、マジで本物のチームだと思います。甲子園優勝狙ってると思いますね。ただこの時点で牧投手か今朝丸投手に依存するなら、僕はまあそこまでのチームやなっていう判断をさせてもらいます。明石商業に関しては、その報徳の投手陣
多分打てないと思うんで、誰投げてもね。だから俺が監督やったら多分3番手4番手から行きます。ケツから順に出していくと思う多分。まあ、それはなぜかっていうと、今朝丸投手を先発させたいんだけど調子が悪いというのが大前提にあるので、そういう戦略を取るんですけども、いう甲子園優勝狙うなら俺は3番手か4番手を先発させてほしいなと思ってます。まあ試合はねどうなってるか分かりませんけども、それではね明石商業の方ちょっと解説していきますが、いやー僕のねちょっと本命にしてた東洋大姫路に1対0で勝ちました。まあこれはねまあエラーとかではなくタイムリーヒットでちゃんと1点取ってっていう感じなんですけど、東洋大姫路もなー、この日ちょっと決勝経験しといてほしかったっすね、来年のためにね。いやーいい試合だったけどなー、やっぱ明石商業ね、僕この兵庫大会決勝決まった日に兵庫大会予想の動画を出すというね、破天荒なことをしておりますが、明石商業はめっちゃね粘り強いというか接戦に強いんですよ。でも全試合接戦ですし、どこと試合してもね、負ける時も勝つ時も接戦っていう形で明石商業戦ってるんですが、報徳学園もねおそらく接戦が期待されるので間違いなく明石商業に展開は向くと思います。いや待ってましたよって、俺たちはこういう展開に強いねんっていう野球を明石商業はしてくると思うんで、僕の中では明石商業が報徳に勝つとは思うんですが、もう余裕勝ちはないですよもう苦しい苦しい勝ち方で、明石商業の勝機としてはやはりね報徳がちょっとねバッティングは確かに良くなってる。注意すべきは1番バッターですね、西村選手めちゃくちゃ良くなってるな。で具体的にこれ僕何が良くなってるかって、技術的な話をするとね軸がぶれなくなってるんですよね、全体的に報徳の選手だから、しっかり自分のスイングがパチンできてるっていうか、多分もうその体のボディバランスが春と違って夏にこうちょっとね追いついてきたという感じで、ようやく戦えるレベルにはなってる。これはマジでバッティングが良くなってます。まあ特に一応左バッターが目立ったかな、左バッターが目立って良くなってる。甲子園の時はもうブレブレでしたから軸がね、はい、皆様に凡人の皆様に分かりやすく言うと軸です。バッティングの軸がしっかりできてました。はい、明石商業はだからこの左バッターになんとか抑えてほしいなっていうのが一つありますね。はい、であとはね盗塁とかあんまわちゃわちゃしてこないんで、報徳もね、まあ、バントですわ。でも多分そういう戦い方慣れてると思うし、明石商業がおそらく僕の予想ではわちゃわちゃしてきます。で今日社が報徳に、まあ、勝ちかけたのはわちゃわちゃして守備のエラーを誘って3点ビハインドもぎ取りましたから、決勝戦でこの3点ビハインドってもし取れたら絶対に明石が勝ちます。3点ビハインド3点差つけれたら僕は明石に向くと思うんで、ちょっと目標はね、まあ、常に 1-0 とか2対1 1点差とかではなくて3点差つけれるような試合展開に持っていってほしいなと、僕はそういう展開を予想しておりますし、そういう展開を望んでいます。まあ、なかなか難しいんですけども、できひんことはない。おそらく今朝丸真希投手は、持ち球なカウント、このカウントやったら何を投げてくるとか、もう全てねデータ化されてると思います。なので僕は3番手4番手と一応報徳目線でもお伝えしときましたんで、まあ明石はエースでしょ完全。もう心中心中こんなもん、もういらんことせんといてくださいもうエースで投げ切ってくださいというか、豊田姫路もねそんなにバッティングのいいチームではないんですが、完封勝ちしてますからね、僕の期待してた東洋大姫路で。その東洋大姫路っていうのは春の大会で報徳に勝ってますからね、で報徳に勝ったチームに完封勝ちしてきた明石商業が、僕は兵庫勢いそのまま優勝するんではないかなと思ってます。で僕が予想したのはね、社東洋大姫路がワンツーで、報徳と明石商業は4番手5番手ですって言ってたんですよ。だからまあ上位5チームに兵庫大会のベスト4のチームがバンって入ってきてたんで、まあ、そこまではね、まあ、見解は合ってたんですけど、決勝戦はその4番手5番手の明石対報徳ということになってしまいました。でもね本当に楽しみです。あとまあ報徳の負け要素もう一個付け加えておきますと、社高校の近畿大会、どんな戦績やったかもう一度皆さん見直してください。
春の近畿大会八代高校はタコ負けしてますからね、全く近畿の他のチームに通用しなかったんですよ。でそんなチームに報徳は今回兵庫大会で負けかけてますからね。もうじゃんけんで高校取ったからたまたま勝てて決勝行けたみたいな感じなので、やっぱりね僕は報徳が勝つとは思えないです。というわけで、兵庫徹底予想やっていきました。この動画多分ね決勝戦後におそらく僕は性格悪いんで発表してると思いますが、皆さん俺言うたよな、先読みしときます。それではチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。ありがとうございました。